はい、まなえ。ほら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 、しっかり。ほらほらほら、しっかり引きずって、外も。ねえねえ、涼スキーちゃんと片付けしろよ、涼スキー。しっかり片付けだぞ。いいな。はい、オッケー。あー、すげえ、うちに入って。まだバリエーションですか？まだまだバリエーションです。あー、すげえ、うちに入ってくるんだな。真ん中使って外。回しすぎだな、ちょっと。ちゃんと使えよ、お前、外。何やってんだ。はい、前、オッケー。前、内側上げちゃダメだよ。内側上げない。内もしっかり引きずる。何やってんの、レイネ、お前。何やってんだ、お前。誰がプルークやれっつった。両方しっかり引きずって、スタンスは一定でいくよ。はーい、オッケー。はい。リホです、お願いします。はい、しばらく待機で。もうちょい片付けしないとダメだ、前。はい、リホー、さっきぐらいしっかり角付けしろよ。角付け、角付けだぞ。角付けがないとこれのエクササイズの意味がないよ。面だけでずっと押しててもスキー曲がってくんないからね。はい、外使えてねえな。はい、ヒカル、しっかり両方引きずってな。しっかり引きずって外を使って真ん中、外を使って真ん中。体がローテーションしたりしないように注意して。あー、いいよ。いいじゃん、この辺。リホ良くなってるよ。オッケー、ちょっと待っててね。はい、曲がりすぎ。光る、曲がりすぎ。もっと縦に行け。ココナ、しっかり両方のストックを引きずった状態で行くんだぞ。いいね。両方しっかり引きずるよ。ちょっと待ってね。あー、ダメだこれ。体が空入ってきてる。はい、ココナ、オッケー。いいよ。両方の足しっかり角付けすること。誰？カノンです。カノン、カノン、あの両方しっかり引きずってさ、いい、全部足元から必ず動きを認識してごらん。はい、いいよ。はい。
あ、やべ、あ、はい、たまちゃんいいよ。ない、安定安定、そうそうそう、ほら内にならない、まっすぐ、いいね、安定してきてるね。ダメだ、あんなんじゃ誰がプルークの練習だっつったんだよ。しっかりパラレルのまま両足しっかり使う、わかった？ダメだぞ、あんな足開いっちゃ安定してない証拠だ。両手しっかり横広げて上体の安定、いいね、あー腰が外向くのね、左外側に入る前、次前行きます、お願いします。はい、前ストック置いて両手横に広げるエクササイズ行こう。いい、目線下げないように注意しろよ。はい、オッケー、集中しろ、レイネ、バナナのエクササイズね、外側にぐーっとストックを傾けていくエクササイズ、肩に背負って外は引きずる、このエクササイズいってみよう。はい、いいよ、はい、集中して滑れよ、お願いします。リホ、上半身が先に動いちゃってる。はい。なんで足元が返ってこないんだよ。ほら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 。何やってるお前。レント、ちょっと上半身が先に動いちゃってるぞ、さっきのは。ね、しっかり真ん中を作って、それから反対だぞ。いいね。で、両手横に広げるエクササイズ行こうか、レント。ストック置いて。しないですよね。そうそう、しないやつ。両手は横に広げたまんまのやつね。はい。目線下げちゃダメだ。まあでも良くなってるね。外使えるようになってきてる。そんなに回しちゃダメだ、絶対に。スピードどんどん落ちてってるからな、あれだと。だしっかり真ん中作ったら、今度外スキーを使い始める。あんなに長く回してたら、ねえ、加速するもんも加速しないぞ。で、両手横に広げるエクササイズ行こう。はい。もうちょい我慢したいな。良くなってるけど。はいはい、はい、
はい、そうそうそう、これぐらいでいけ。いいよ光る。安定。なんで体から行くんだよ。体から行くなって。カノンです、お願いします。全然外使えてないこれは。カノン、いいか。今度は横に両手を広げた状態でしっかり真ん中を作った後外を使うエクササイズね。体はずっと正面だぞ。あ、いいよ。ストック置いていこう。なんで内側入ってきちゃうんだよ。はい、我慢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 。そうっす。よし。ね、安定。うん。よし。うん、カノンいいね。いいね。いや、マナエすげえ良くなってるわ。我慢。足首も入るようになってるし。スピード上がってきてるな。おい、内側入るなよ。待機。押してあげて、おお、足取られるぞ、これは。真ん中を作って外。おい。そうだよな、このポジションだと。はい、外。おお、内から入ってるな、やっぱり。外使って真ん中外。開いちゃうな。次前行きます、お願いします。はい、前。いいか、内側上げたりしなくていいからな。いい、ずっと平行キープだぞ。両手は真横にずっと平行キープで、ちょっとのんびりだぞ。ターンがもうちょっと歯切れよくね、中ターンぐらいの気持ちで GS ターンしてきてごらん。はい、いいよ。はい。入っていかないとダメなんだぞ。上だけ動かしてもダメだぞ。ね、ちゃんと足元が動かないと。いいね。足元が入れ替わって、真ん中作って外なんだぞ。これで内側に入ってきたらちょっとエクササイズの意味が全然ないぞ。はい、いいよ。しっかり集中。はい。はい。ごめんなさい、マウスピースだけ急いで取ってきてもいいですか？もういいよ。下に降りたらもう時間かかるからやめろ、今日。わかりました。わかった？はい。なんで好き振るんだ、お前は。レント行きます。はい、レントちょっと待ってね。全く入れ替えることができてねえな。外真ん中外。はい、レント聞こえるかな。はい、レント、上半身が先にまた動き始めてるぞ。外の後はしっかり真ん中を作って、慌てないでしっかり外スキーまた使ってきなさい。わかった？はい。ヒカル、さっきぐらいの感じでいこう。さっきぐらい、さっきぐらい。これでもほら、まだ体内に入ってるよ、レント。
で出てきてるから、まずはしっかり安定、安定だぞ。いい、両手を横に広げた状態で、それが上に上がったり横に動いたりしないように意識しろ。いい？はい。はい、いいよ。体うちに入れんなって。お前はさ、我慢。ハーフストック。ちょっと内だな。お前ずらすと絶対できないって。ほら、今のも内側入ってるよ。入ってる入ってる。次待機いきます。お願いします。はい、ちょっと待ってて。内側入ってる。みんなこれじゃあ内側に入ってるんだよ。はい。あー、これもダメだ。ダメ。はい、いいよにはさ前 OK、 いいよ。気をつけろ。これすっげーうちだな。一回ビデオ見てった方がいいんじゃないか、二人とも、うん、ね。はい、よし。はい、真ん中いいね。はい、オッケー。さっき言った股関節、膝関節、足首の使い方しっかり意識してごらん。はい。おお、リホどう？真ん中、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 真ん中。真ん中、そう。あー、内に入ってる。ダメだこれ。真ん中、外、真ん中。ああ、まあちょっと右から左のつなぎ。はい、オッケーよー。ココナ、バタバタすんなよ。急斜面でもしっかり安定させる。足元もしっかり安定させて、上半身もしっかり安定させる。はい、
整体してそれから次のターン入ってくるように意識してごらん。はい、いいよ。はい、長い長い。はい、ちょっと待って。あのね、長く乗ると絶対頭って内側入ってきちゃうの、圧に耐えられなくて上半身がさ。だからタイミングが基本的には違う。はい、まあいいよ、ちょっと待ってて。あー腰、おー腰外向けない。ほれ、うまい、メリハリつけて。ほい、このタイミング、1、2、1、2、これぐらいのタイミングでいく。二人ともまた1、2、3、4、5、6、7ぐらいまでやってるよ。もしんないよ。ちょっとそれでやってみようか。あの、基本的にはちょっと山回りが長くなりすぎてる。ね。そこちょっと意識してやってごらん。いいよ。ちょっと置いてく？あ、置いてっていいですか？いいよ。足元安定させたいな。はい、光るいいよ。カノンです、お願いします。良くなったよ。はい、カノン、さっきのカブの動きは良かったからな、しっかり安定目指していくぞ。はい、いいよ。光る、はいはい、いいね。はい、ちょっとうち入るな。いいね。光る、いいんだけれども、もうちょっとやっぱりあのターン後半外スキーの方にしっかり圧だ。はい、オッケー。はいよ。一回止まっていいから、これやり直しなさい。そう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 。なんで。真ん中作って、おお、尻内側入ってる、真ん中、おお、ほら内側、左外側だな、こっちはまだいいけど。おお、急斜面の上で人がいるのを確認できたら一回リスタートで全然いいからね。
真ん中作ったら外を早めに使っていくよ認識だよ。わかった？はい。じゃあ無理振りつけて。リホです、お願いします。はい、リホも外スキーを使うのを早くだ。いい？早くっつってもいいね。真ん中、はい、内側入るな、入るな、うん、オッケー、今のオッケー。なんで？ポケット行きます。はい、ちょっと待って。どうする？どうやって？今そうやってやったんじゃないの？はい、レントいいよ。あれ？レントはこうね。来た。あー、入れてこない。こっちはいいのに。あー、もうちょいついていきたい。こっちすごい。こっちだ、レント。はい、カノンいいよ、お待たせ。板にすぐ。どうやって？はい、マナーオッケー。そっと使え。あー、こうなるか。はい、ココナいいよ。何を意識すべんの？意識してすべんの、ココナ。お、上半身をあんまり内側に出すぎないようにして。あんまりじゃない。やめて。そうそうそう、はい、真ん中。そう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 、いいじゃん。外、真ん中、内側入れるな。真ん中、真ん中、そうそうそう、真ん中、いいじゃん、真ん中。頭はかしげなくていいけど。外上げるな。ほーれ、客の動きせっかく良くなってんのに。さあ、プラス足元ね、内足首をぐーっと曲げていく感じで、はい、やってみてください。はい、ラスト。まあいいよ。ああ、腰、これなんだな。ここ、俺、ここ、
うい、腰が外に向いてる。あ、意外と良くなった。はい、レント、スキーに一回ついてって、いいか、センターポジションを作って、間を作ってから全然使えてないです。いや、そんなことないけど、基本的には、レイネはやっぱりこう、打ち足の方が先にリードしてっちゃうことが多いから、それはやっぱ直さないといけないかな。な。え、でも開いてない。そこまでは。はい、オッケー、光るラスト、集中だよ。になってきてるからね。さっきのその調子で行ってみよう。はーい。で、上に人がいたら、またリスタートでいいからね。あー、まあ我慢してるんだけど。はい、あー、そっか。あ、この辺はいいね。よし。まあ我慢するようになったな、レント。よし。カノンです。お願いします。はい、カノン、下の流れだけしっかり押さえてきて。はい、いいよ、ラストね。レント、よかったよ、はい。不十分な時もあるけど、かなり意識したと思う。こいつのこの根本的なポジションだな、いいな。そっからリスタートで。外。はい、リホラストだよ。はい、一本集中して。あれ、これじゃ、あ、違った。ああ、我が推し横見失った。ああ、こっちにいた。すごいウチウチじゃんって今思ったら違った。外、いいね、ここまではいいよ。お、うん、真ん中長い、外、真ん中長いんだよお前。